東京都知事候補、無所属、石丸二四41歳。京都大学経済学部卒、三菱 UFJ 銀行入校。アナリストとしてニューヨークに赴任。前広島県秋高田市長。では、石丸信二さんの政見放送です。 皆さんこんにちはこの度東京都知事選に立候補した石丸真二です私はこれまで三菱 UFJ 銀行で主に経済を分析するアナリストとして活動しその後広島県の秋高田市で市長を務めてきましたその知見を生かし経済と行政の両方を知る人として初の東京都知事を目指します 今後日本は人口急減という危機に直面します2040年にかけて日本の人口は1000万人以上も減少する見込みです一方でその間東京には人が集まり続けますつまり東京の過密はまだ続いてしまいますしかしながらその東京でさえも2040年頃を境に人口は減り始めます あと15年も経てば全てが逆回転を始めますこのままでは日本という国が社会が維持できなくなります危機への対応を急がなければなりませんだからこそ皆さんにお伝えしておきます大事なのは経済ですここでいう経済とは形成罪民世を治め民を救うという言葉が示す通り 広く社会を支え動かす力です東京都であれば経済の中心として日本を牽引できます目指すのは経済強国ですそのための政策の基本方針として政治再建都市開発産業創出三つの軸を掲げていますそしてそれぞれに三つのポイントがあります ここではその概略について説明しますまず一つ目の軸政治再建ですポイントの一つ目は都政の見えるかわかるかです SNS や YouTube を活用しそして情報公開を徹底しますポイントの二つ目は ICT を活用した民意の主役ですアナログ情報デジタル情報を効率的に収集し行政サービスの最適化を進めます ポイントの3つ目は、政策の合理化・最適化です。利権政治から脱却し、ばらまき事業を廃止します。これらはすべて、秋高田市で実践してきたことです。続いて2つ目の軸、都市開発です。ポイントの1つ目は、災害リスクへの対応です。防災・減災といった事前の備えと同時に、 復復旧復興に対すする財政的な準備リススクファイナンスを強化しますポイントの2つ目はエコの2つのエコの両立です。エコノミーを軸としてエコロジーを整備します。ポイントの3つ目は多摩格差の是正です。基礎的な行政サービスの充足を促し各自治体の特色を強化するよう投資します。最後は3つ目の軸 産業創出です。ポイントの一つ目は教育の進化です。教職員の働き方改革が進みを。学校環境を改善し、学校教育を充実させます。ポイントの二つ目は外需の取り込みです。インバウンドを円滑に取り込む一方で、世界に通じる。コンテンツ産業を育成します。ポイントの三つ目は東京都以外。 46、道府県との協調・共同です。海遊型社会の構築を目指し、相互作用的な地域・地方との文化的な交流の機会を提供します。これらが3つの軸、9つのポイントです。それぞれの先に個別の具体的な施策が存在します。いろいろな機会に説明をしていますので、ぜひご確認ください。これから、あらゆる点でリバランス 再調整が必要となります成長のために大きな変化が求められています東京はもっと伸びるはずです東京が変われば日本が変わります何よりも今回東京の政治が変われば日本の政治が変わります東京都民の皆さんの責任は重大です これからも世界に誇れる国であり続けるために、私たちが東京を動かしていきましょう。無所属、石丸慎二さんの政見放送でした。